ジモン・マイール・ヨハン・ジモン・マイールは、イタリアで活躍した、ドイツ人作曲家。イタリア語では、ジョバンニ・ニシモーネ・マイルと綴られる。ドイツ語の姓については、メジャー、メイヤー、メイヤーといった綴りも見られる。このため日本語では、マイール、マイル、マイヤーのいずれも併用されている。バイエルン選定考をオーバー・バイエルンのメンドルフに、生まれ、インゴルト・スタット大学で進学を学ぶ。 1787年からイタリアに留学する。インゴルトシタット大学在学中から、バイエルンの名士、アダム・バイソハウプトと、信仰があり、音楽美学において、フランス系盲思想の理念に強く影響された。イタリアでは、カルロ・レンツや、フェルディナンド・ベルトーニラに入門した。1802年に、ベルガモに移り、レンツィの後継者として、ベルガモ大聖堂の終身教会学長に就任する。 同地の音楽界の中心人物となり演奏会を組織してベートーベンの作品を紹介した。門人にドニゼッピラがいる。晩年までに失明した。残された作品に約70曲のオペラなどがある。ありがとうございます。